ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回も隣の人やっていきましょう。うん、前回ねやってみての感想は、このゲームホラーゲームだね、そんな気しますよね。うん、隣の人ということはタイトルからも予想できるんですが、うん、あ、いいか、言わない方がいいかね物語を皆さんと楽しむためにあえて、うん、何も言わないでおきますね。それでは再開しましょう。うわ、なんか今めっちゃバグったね画面、ごめんなさい。現在、西名くんたちは学校で、大学で、うん、なんつんだ、学校の学食を食べている最中ですね、うん、雑談をしております。残念、俺はちゃんと彼女いました。なんと西名くんにはそう彼女がいました。うん、彼氏じゃないですよ、彼女がいたんです。これはちょっとどういうことだ西名くん、このゲームは BL ゲームなんだぜ。彼氏じゃなくて彼女を持っていた、ということは西名くんはのんけくんってことかな、気になりますね。それではやっていきましょう。過去形、なんか画面バグるね、ごめんなさい。あ、やめて、そこ突っ込まないで。他に好きな人ができたのだっけ、振られたもん、振られ文句。え、そうか、振られてしまったのか、西名くんは。西名って前回同じ文句で振られてるよな。なるほど、これが最初じゃないんだ。過去に何回もね振られてしまってるんだね。うーん、それは何だろう、西名くんの性格にね癖があるから毎回女の子に逃げられてしまってるのかな。何だろうね、ぱっと見普通の男の子だけどね、酒癖でも悪いのかなそんな顔してんな俺と同じだな青木は三橋よりも西名をからかう方が面白いと判断したらしい。カツカレーをつきながら、意地の悪いエイミーを浮かべている。思ったけどさ、このちょっと見づらいけど、青木くんってさ、夢みどりに出てくる青木先輩じゃないのね、違うかな、か髪の色もなんかね暗い青だし似てますよね。うん、もしかして本当にあなたは青木先輩ですかね、黒峰くんの先輩でございます。くだらない話をしている間に3人の食器はすっかり空になっていた。食堂がさほど混んでないの、混んでいないのをいいことにそのまま居座って雑談を続ける。彼女がどうより今は就職と卒論だろ。あ、そうだね、4年生だよね。うわ、楽しくね話題引っ張ってきやがって。つうか卒論はまだ先だろ、心構えぐらいしとけって話だよ。西名は卒論やりやすいんじゃねえの、隣がゼミ仲間、あ、そうだね、うん、なんだっけ名前、なんだっけ彼の名前草刈くん違うななんだっけ、相談もできるし互いに見張ってりゃサボり防止もなるし。ああ、確かに青木の言う通りだと西名は膝を打った。おいおい、勝手に巻き込んでやるなよ、どう見たって西田と気の合うタイプじゃないだろうが、相手の迷惑考えろって。そっか、さっき話した感じだと結構威圧っぽかったし意外と合うかもしんねえじゃん。せっかくゼミ同士で隣に住んでんだぜ、卒論は抜きにしてもさ、どうせなら仲良くなりてえな。うん、ポジティブですね西田くんは。あ、ネギシくんだ、そうだお隣さんの名前はネギシくんだったね全然草刈さんじゃなかった、ネギシとは、事務所的な、ん違う間違った、事務的な、会話しかしない程度の仲だったが、これを機に親しくなれるかもしれない。うん、事件の予感もプンプンしますね。友人は多い方がいいというのが西名の持論だ、その方が人生が楽しくなる。お前な、俺水取ってくれ。三橋の説教が始まりそうな気配を察し西名は慌てて席を立つ。三橋のやつたまに俺のおふくろみてえだよな。心の中でこっそりため息をつきながら
食堂に設置された冷水機にグラスをセットする。ついてたし、あいつらの分も持っていってやろうか、そう思って追加のグラスに手を伸ばした。なんだ今のは。視線を感じる。見ているな。これは誰だろう、この視線は。っていうか一人しか思い浮かばないけど、お隣さんでしょそれ絶対。視線の主はね。不意に嫌な視線を感じた。うん、爬虫類に首筋を這われたような、冷たい舌で舐め上げられたような、うん、ブチャリティ粘度の高い不快な視線、視線を、振り払うように息をつけて後ろを振り返る。三橋と青木がそれぞれスマホをいじっている姿が視界に映る。その向こう、すごいね、そんな遠くの視線よく察知できたね西名くんも西名くんでパチリと目が合った。やはりお前かその鋭い視線、やはり目の主、視線の主はお隣さんだったようですね。根岸は一瞬驚いた顔をした後、すっと西名から目線を外す。そんなに？ただ後ろからね、見られただけで、この殺気ものすごいヤンデレが出てきたかもしれませんよね。ちょっと勝手にね、早くも私は根岸くんをヤンデレと断定しておりますが、絶対ヤンデレだぜあいつ、楽しみ。先ほどの視線は首筋をカリッと引っかいた。遅いぞ西名、水取ってくるだけでどんだけ。どうした妙な面して。いや別に。ちらりと三橋の向こう側を盗み見る。根岸の姿は消えていた。でもまだただね、後ろから見られただけ、そんな風にしか見れませんけどね。しかし西名くんは先ほどのその視線に殺気を感じたようですね。夕焼けに染まる道を自宅へと歩いていく。教科書の重みが煩わしい。高校時代はロッカーに放置して、していた勉強道具も大学では毎日持ち運ばなければならない。春休みに戻りて。休みが明けるまで食堂に行けないと嘆いていたことなど、すでに記憶の彼方だ。の西野の隣の部屋、根岸の部屋に明かりが灯っていた。うん、こんなおっかない目してたっけ根岸くん。昼食の食堂での出来事が脳裏をよぎった。だがそれも一瞬のことで、すぐに西野の頭から消えてしまう。どうやら西野くんより先に根岸くんはキロについたわけですね。あの視線が根岸のものだという、確証もない。確かに、いや仮に根岸の視線だったからといって、だからなんだ、そうだよね、だからなんだというか、どこぞのヤンキーよろしく、何見てんだとでも言うつもりか、くだらない。頭を軽く振って、鍵を取り出した。今思ったけど、割と西田くんの部屋って古風だよね。鍵を閉め、直そうとしたところで西田のスマホが震える。振動は一度、メッセージがメールだろう。カバン置きスラックスの尻ポケットからスマホを取り出した。なんだこりゃ、流れ変わったな。わかるんすよ俺もう長い間っていうかね、1年半ぐらい、2年かな、BL ゲーム実況してるんでわかるんすよ。この BGM が消えた時BGM が消えた時って何かしら不穏なことが起こるんですよね。もしくはなんか思いっきり場面が切り替わる、そんな前触れなんですよ BGM が消えるって。メールだ似てた今時はメッセージアプリでのやり取りが主流とはいえ、西田のスマホにメールが来ることは珍しくない。
西田の所属するゼミの教授はスマホどころか携帯電話そのものを持っていない。おまけにゼミ生の中にガラケー使用者がいるため、ゼミ内での連絡はもっぱらメールで行われていた。そう、メールが来ること自体は何もおかしくない。問題があるとすれば、これが知らないアドレスから送られてきたと、来たものだということ。そうか、宛先が分かんないんだ。西名くんが登録しているメアド以外から送られてきてますね。誰だ一体誰。しかし件名には西名とはっきり、記載されている。このメールは間違いなく自分宛てのものだ。それってあれじゃないの、遠い友達がね、メアド変更したけど西名くんに伝えるの忘れててっていう流れじゃないのかな。違うか、知り合いの誰かがアドレスを変えたんだろうか。そうだよね。そう考えて軽い気持ちでメールを開いた。あー、これちょっと待って、既視感がある。ちょっとなんか嫌な予感がする。私は今思い出してしまったね、メールといえば夢緑の小野寺くんですよね。うん、誠くんに対して大量のメールを送ってきた。あの瞬間が今私の頭の中でフラッシュバックしている。大丈夫かな。なんだこれ。本文にはおかえりの一文字だけ。怖いねということは見られていたんだね。西名くんが帰ってくるその瞬間を見ることができる人物、一体誰だ。それだけでも異常なんだが、添付された画像がさらにメールの機械さを際立たせていた。ん？画像？これは今日の昼に撮られたもんだろう。食堂内、冷静の前に立つ西名の後ろ姿ちょっと待って、これも答えバラしてるようなもんじゃないのだって西名くんはまさにこの時にね、視線を感じていたわけなんで、このメールの送り主は視線の主と同一人物でしょう。となると一体誰が犯人か、もう大体予想つくんだけど大丈夫？お隣さんちょっとお隣さんにね、相談した方がいいんじゃない。西名くんね、不安だから、ゼミ仲間だからね。うん君の悪いメールだが深刻に捉えることはしなかった。そうなんだ。だいぶ強い肝っ玉を持ってますね、西名くん。ここ誠くんだったら発狂してっぞ強いね。どうせ友人の誰かのいたずらだろう。青木か、それともミサシか。気づかなかったが、あの食堂内に、他の友人がいた可能性もある。でもこんな悪趣味なことは、ね、冗談でもしてこないんじゃないのか。冷静に考えるよ誰がこんなつまんねえ冗談をしてくると思う、西名くん冗談にしちゃつまんねえだろ。間接に誰とだけ書いて返信する、うん、おっと、鍵っと。鍵を閉め、スマホをクッションに放り投げる。大丈夫かい、大丈夫か。返信に対する答えは送られてこなかった。うん、まあそうだろうな。こんな簡単にね、答え合わせはしてこないか、犯人も。翌日、大学に到着した西名は掲示板前に、ジンドルでかくてごつい男の姿を認めた。三橋だよ。よし。三橋は首も動かさずに、目線だけ向けて挨拶を返す。なあ、この学生ボランティア募集って面接の年代になったか。その手の話して面接官も耳たこだろ。三大あらゆるネタ師はサークルリーダーとボランティア、あと一つってなんだ。自分で言って聞くなよな。留学じゃね。それな。ふと例のメールのことを思い出す。ちょっと私今の会話全然頭に入ってこなかった大学のこと俺知らないからな。なあ、昨日のメール、昨日俺にメール送った？は？ミツハシはいきなり何を言い出すんだこいつは、と書かれた顔で西名を見た。その様子に
送信主はこいつではないと理解する。考えてみれば三橋は、こんないたずらをするタイプじゃない。そうだね。となると、まあ青木くんはしてきそうだね。本当にこの青木くんが夢みどりの青木先輩だとすればね、たまにこういうことしてきたよね。俺がどうした？うわ、はい、呼ばれて飛び出て青木くんです。足音も立てずに後ろから現れた青木が曲げた右手を左と振った。その態度にますます確信を深める。人をからかうのが趣味のような男。そうだね、やっぱりこの青木くんはあの青木先輩か、夢みどりの間違いないかなね、黒峰くんの先輩。どうせまたいつも、いつもの悪ふざけだろう。西野をターゲットにするのは珍しいが、昨日のメールお前だろ。サムネん、寒いことしてんだよな。メール、おかえりってやつ、なんだそりゃ。え、まあそりゃそうでしょう。そりゃそうだろう。予測できましたね、これはさすがに。青木は本気で意味がわからないと言った顔で、首をかしげている。内科につけて人を食った態度でいる、青木だが、仕掛けたいたずらを指摘されて白を切るような男ではないと西野を知っている。つまり青木は犯人ではない。ではあれは誰が、やはり他の友人があの場にいたんだろうか。他の誰か、さあ誰だ。青木の肩越しに癖のある黒髪を見つけた。視線が交わる。交わった視線はすぐにほどけ、根岸はそのまま立ち去ってしまう。西野、そろそろシートじゃね、そろそろ行かないと遅れんぞ。お、やっべ、三橋の言葉に西野の意識が切り替わる。はい、ということで流れが変わりました。変わったところでまた一転しましたね。うん、ね、早くもストーカーされました。早いね展開が。まだ2パート目ですよ。うん、とてもありがたいことですね、展開が動くというのは。面白くなってきましたね、どんどんね。早くもなんだろう、ストーカーされて写真まで西田くんは撮られてしまいました。さあその犯人は一体誰なんでしょうか。もう大体わかるけどね。はい、ということで、次回もね、やっていきましょう。やっていきましょうっていうか、なんか変な終わり方だな。うん、はい、ということで、次回もお楽しみに。はい。なんか閉まらないな。なんか面白いこと言わないと。閉まらないな。何しようかな。気の利いたことが思い出せない。はい、ということで終わりにしましょう。はい、次回もお楽しみに。さよならー。